こんにちは、アルキンチャンネルです。今回ですね、パワーパトロールのワンアクションフィギュアケースを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん。おお、かわいいですね。ケースです。ワンアクション。ザ・パワーパトロールのザ・ムービーですね。はい、今回はワンアクションのフィギュアのケースです。おお、かわいい。まあ、ケースの背中に、その、まあ、ラウンチャーの、姿が。取り付けられましたですね、ワンアクションで。おで、ボタンを押すと、これが発射、これが発射されます。いいですね。はい、裏見ましょう。まずシリーズ自体は、今回のケースは買いましたけど、他も、まあ、マーシャンとか、スカイ、ラムとか、ロッキーとズーマーがあります。あ、実際にこの、はい、ケースの体に装着して、ランチャーを装着して、で、これをつけると、ボタンを押すと、ランチャーにフックを入れて、で、ボタンを押すと、発射されるんです。いいですね。おー、これですね、フックが、ランチャー。はい、今回はビッグカメラで買いました。1140円です。いいですね。これ欲しかったです。では、はい、開けましょうか。ちょっと開けたいと思います。はい。では、じゃあ、開けまーす。おー、いいですね。かわいいチェス。はい、じゃあ、まずチェスを取り出しましょう。はい、チェスでーす。かわいい。いいですね。お、よくできてますね。おー、足もしっかり。おー、うん、なんか透けられるんですね。あ、かわいい。はい、チェスです。おー、しっかりパワーパトロール、はい、ポリスのつけてますね。はい、これからちょっと、はい、ランチャーを取り出します。はい、ランチャーです。おー、あ、これで、つけちゃうね、つけるんですね。これ動かせるかな？動かせない。はい、では。おー、チェスの背中に。じゃじゃーん。お、ぴったり。かっこいい。いいですね。はい、できました。はい。では、じゃあ、フックを取り出します。はい、フック2個です。では、じゃあ、これからチェスの、ここにもですね、はい、取り出す場所があるんですね、体の中で。例えば、はい、こういう、はい、おー、いいですね。おー、かっこいい。で、これがランチャーに入れます。おー、カチッと入ってます。はい、発射しますね。ボタン、これですね、ボタン。はい。1,2,3。おお、すごい、ちゃんと結構飛んでます。はい、ランチャー押す、いきます。おお、いいですね。遊べます。はは、かわいい。おお、とってもいいですね。はい、では、じゃあ今からターンテーブルで展示したいと思います。はい、パワーパトロールのワンアクションフィギュアのチェスです。おー、かわいいですね。このランチャーは、はい、重ねていきましょう。
はい、以上です。アイチンちゃんでした。今回はパワーパトロンのワンアクションフィギュアのケースを紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、かわいいですね。パワーパトロンザ・ムービーですね。ワンアクションフィギュアのケースです。はい、じゃじゃーん。おー、かわいい。ケースはいいですね。おー、フィギュアとしてクオリティが高いです。はい。これフックがありますですね。これをつける。はい、うん。これが体から取り外します。ワンちゃんは、はい。こうなってます。はい。実際にちょっと取り付けて、はい。このフックはワンちゃんに入れて、はい。外します。あ、あれ失敗。外します。おー。そういう遊び方ですね。はい。します。おお、結構飛びますね。いいですね。はい、ということで、ではチャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。